袈裟畳というのは、これお坊さんの袈裟お坊さんの袈裟そう、斜めにお坊さんが袈裟をやってるから、これ袈裟畳というのでしょうかね。やっぱり腕を決めるというと、やっぱりこれをしっかりこれさえ決めといたら、別にこれ鼻一つでもこれで決まってる。ああ、挟むんですよ。もうこれ鼻一つ見るのが練習です。で、ちょっと体重をうまく自分でグッとかけといたら、もう逃げるまで。要は腕を決めるだけです。袈裟畳。はい、OK です。